教え子たちに逆に教えられてしまったな。兄さん、感謝してるのは私の方だ。彼らと共に過ごせた時間は私にとってもかけがえのない思い出だからな。さあ、みんなが待っています。メビウス、私は自分の言葉で謝ってみるよ。大切な私の生徒たちだから。きっとあの怪獣は桜ヶ丘中学が呼び出したんです。この身が言ってたようにか。はい、でもちょっと違うのは、桜ヶ丘中学は壊されてしまうから、悲しいからじゃなくて、AT 兄さんと生徒さんたちを会わせてあげたくて怪獣を出現させたんです。思い出の人というか、思い出のウルトラマンか。思い出って本当に大切なものなんですね。